はい、どうも皆さん、こんにちはです。今回はですね、雑談というか、まあそういう感じでね、ちょっと E3 2017、先日開催されましたけど、まあそれについていろいろ話したいことがあるのと、あとね、私のこの今後の、この YouTube での活動、まあどうしていくのかということで、ちょっとね、お話ししていこうかなと思います。まあ今週末ね、土日月休みをもらえたので、今こういう感じで、ちょっとね、動画を撮っているといった感じでございます。まず最初に、じゃあまあ、今年の E3 ね、E3 2017で発表されたゲームで、まあ、気になったやつ、何個かあるんですけど、発表していこうかなと。まず一つ目がですね、モンスターハンターワールドかな？うん。まあ、オープンワールドのモンスターハンターということで、モンスターハンターはね、一番最初にプレイしたのがモンスターハンターセカンドかな。うん、セカンドプレイして、セカンド G もプレイして、でモンスターハンタートライだったかな、確か Wii で発売されたやつがあるんですけど、それをめちゃくちゃやったね。うん、Wii で発売されたやつで、それやって、その次に PSP のモンハンサードやって、でその次 3DS のモンハン、4までかな。うん、 3DS のモンハン4が、私の中でのモンハンの一番最後なんですよ。まあ、その後もね、モンスターハンター 4G、 あとモンスターハンタークロスとかダブルクロスとかかな、いろいろ出てるっぽいんですけど、ダブルクロスはまだ出てないのかな。いや、ダブルクロスももう出てるよね、多分ね、これね。うん、まあいろいろね、こういう新しいモンハンも出てるんですけど、なんかね、モンハンってやっぱりこう、フィールドが変わって、ただ新しいモンスターが追加されて、なんだろうな、新しい武器とか装備とか作れるようになってっていうだけのね、ものになってしまっているなっていう感じがしたんで、まあ、モンスターハンター4までしかやってなかったんですよね。まあ、新しいモンハンってあれだよね、確か必殺技的な仮技だったかな、なんかそういうのが追加されていたりとか、まあいろいろ面白そうではあるんですけど、なんだろうな、まあ、そんなに楽しめないかなみたいなね、ちょっとそういう感じがして、モンハンはもう4以降、全然手をつけてなかったんですよ。まあただ今回モンスターハンターワールド、まあオープンワールドのモンハンっていうことで、まあいよいよモンハンもオープンワールドになっちゃうのかとね、まあ、いずれなるだろうなってはまあ思ってたんですよね。うん。まあ、ただついに、E3 2017で発表されたということでね。うん。まあ、非常に楽しみだよね、やっぱり。うん。まあ、なんて言うんだろう、この広大な世界に、まあ、いろんなモンスターがいるわけだよね。だから、リオレウスがそこにいるけど、こう隣には何だろう、出てこねえな。ジンオーガとかね。うん。サードのメインモンスターだけど、そういうのがいるみたいなね、そういうのもあるわけでしょ、これ。うん。で、まあ、プレイムービーというか、プレイムービーではないかな。うん。まあ、プロモーションビデオ見た感じでも、こう、フィールドね、上下左右に動いて、うん、すごい面白そうだなっていうね。うん。あと、なんか、情報によると、そのモンスターを仲間にすることができて、まあ、途中で呼ぶこともできるみたいなね。うん、そういう、要素もあるっぽいんで。まあ、これはぜひともやりたい。あと、マルチプレイもあるんでね。マルチプレイもあるっていう情報が、もうすでに出ているので、これはやりたいなっていうね、感じで思いました。発売時期的には2018年かな。うん。2018年の最初なのか、後半なのかわかんないけども。まあ、来年ですよね、発売するということで、これはもうぜひともやりたいと思いましたね。うん、次次に注目したゲームは、ワンダと巨像リメイクかな。うん、いや、ワンダと巨像まさかね、来るとは思ってなくて、私もまあ働きながら E3 に関する情報はいろいろ見ていたんですけど、YouTube のコメントでかな、ワンダと巨像プレ4版発売決定しましたっていうコメントをしていただいた方いてね。うん。で、そのコメント見てマジかと思ってね。すぐこう検索して、
まあ本当だったっていうね。うん、でワンダと巨像のそのプロモーションビデオリメイクのね、ビデオを見た感じでも画質がめちゃくちゃ上がっていたと。でリメイクなんで、まあ、もしかしたら何かこう新しい要素が追加されていたりとか、まあ、もしかしたら新しい巨像が追加されていたりとか、うん、まあ、そういうのもあるんじゃないかなというところだよね。うん、これもめちゃくちゃ楽しみですね。マジで。マジで楽しみ、これ。うん、まあ、今までワンダと巨像もう何回もクリアしてるけどね。プレイステーション2から始まって、プレイステーション3でね、もうすでにその HD 版が出てるから、さすがにもうプレイ4版にまで来ることはないだろうと思ってたけどね。ええ。まさかのプレイ4版ということで、非常にこれ楽しみにしております。うん。ワンダと巨像とセットでね、ICO イコっていうゲームあるんですけど、まあそれも出してほしかったなって思いますね。イコまだやったことないんでね。まあいずれ実況も、していけたらななんてね、思っております。次。次はね、今ちょっといろいろこう、E3 に関する、記事を見ながら話しているんですけども、なんだったかな、いろいろあったんだけども、スターウォーズバトルフロント、これはあんまり興味ないね。、うん、スターウォーズバトルフロントって多分ね、スターウォーズのこう世界観をすごい知っている人からしたらめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、スターウォーズね、正直見たことないんだよね。うん、なんかあの緑色のちっちゃいこう、なんだあれ、ドラクエに出てくるモンスターみたいな、うん、ああいう方がいるなみたいなね、そういうのはなんとなくわかるんですけど、うん、あとまあビームサーベルみたいなあれ持ってるなみたいなね、ダースベイダーいるなみたいな、そういうことしかわかんないんで、まああんまり楽しめないんじゃないかなっていうね感じです。うん、まあスターウォーズバトルフロントに関してはそういう感じかな。うん、あとはね、スパイダーマンかな。これは結構気になったんですけど、スパイダーマンのあのオープンワールドのね、自由にこうニューヨークだったかマンハッタンだったかっていうのを、自由に動けるとね、蜘蛛の糸でね、うん、ニューヨークのマンハッタンか、うん、これすごい面白そうだね。スパイダーマンはまあよく金曜ロードショーとか土曜日曜のあの映画でたまにやるんで、まあ、それで全部見てるんですけど、うん、まあ非常に面白そうだなっていうね、ことで、これもまあ、余裕があればぜひやってみたいなって思いましたね。うん。あと、そういう感じかな。あと、スカイリムだったかの、VR 版、フォールアウトだったかな、の VR 版が出るってことで、それも結構気になったね。うん、スカイリムも、プレイステーション3だったかな、確か。うん、それで、プレイして、まあ、クリアまで行ったんですけど、それを、まあ、その世界に VR を使って入り込むことができるということで、これはもうやってみたいね、確かに。うん、ただこれ PC 版で出るのかな、 PSVR なのかな、どっちなんだろう。私 HTC Vive っていうね、 HTC っていう、まあVR セット持ってるんですけど、 PC 専用なんだよね。なんでまあぜひとも PC で出してほしいところではあるね。 PC でモッドを入れてかつ VR みたいな、まあ、そういうことももしかしたらできるかもしんないんで、うん、まあ、ぜひスカイリム VR、やってみたいなと思いますね。あとはフォールアウト 4VR かな。フォールアウト 4VR に関してはもうスチームの方にね、そのストアページができていて、まあ、本当にもうそろそろ発売みたいなね、感じで、なってるんですよ。これもぜひともやってみたいっていうところですね。うん。まあ、VR でどれだけこう、なんていうの、酔うのかなみたいなね、そういうのも心配されますけど、やっぱり世界観が素晴らしいんでね、ぜひそこにこう、まあ、疑似的に入ってみるみたいなね、体験をしてみたいなと。いうところですね。うん。まあ、今年の E3 はそういう感じかな。あと、ホライゾンゼロドーンのダウンロードコンテンツとかあったけど、
まあ、あんまり深追いするあれでもないなっていうね感じがしたんで、うん、あそこはあんまり、まあ、注目はしてないかなっていう。とにかくモンハンとワンダと巨像、うん、その2つかな今回に関しては。これが本当に楽しみっていう感じですね。うん。でまあ今年の E3 に関してはそういうところかなと。うん。でまあ、動画の冒頭に言った通り、まあ、E3 に関することと、あと今後のねこの YouTube の活動に関してちょっと皆さんに言っておきたいことがあるんですが、まあ、辞めるっていうことはもう全然考えてないんですよね。まあ、今みたいにこうたまーにだけど、まあ、活動はこれからもしていきたいと思ってるんですけど、なんだろうな、まあ、最終的にっていうか何年後かになるかわかんないんですけど、この実況をメインにというか実況をしてなんだ実況だけで暮らしていければもう最高だなっていうふうに思うんですよね。うん、なん毎日楽しいだろうなって思うんですよ。まあ、私も少なからずねこの YouTube に動画投稿をしてるおかげで、まあ、少なからず収益っていうのはもらってるんで、まあ、その収益が普通にこう一般の会社で働くぐらいもらえるようになれば、まあ、毎日ねゲームしてこうそれを編集して、で毎日ね皆さんにこう、まあ、コンテンツを届けて、でそれで私も暮らしていけるようになるわけなんですよね。ただまあ今の状態ではまだそこまで全然達していないので、まあ、現状その YouTube を仕事にするみたいなね、まあ、要するに YouTuber ってことよね。うん、それはちょっと難しいけども、まあ、最終的にはそうなりたいなっていうふうに思ってるんですよ。で私の家ですね、あの、まあ、両親がこう自営業で飲食店営んでるんですけど、まあそこを手伝いつつ、また例えばこう午後から飲食店手伝って夜までやって、でも午前中はずっとこう YouTube にこう時間を使うみたいなね、そういうこともまあできるんじゃないかなっていうふうにね今考えております。まあ今私が4月からね勤めた会社が、なんて言うんだろうね、こう2年間おきにこう、まあ、お金がこうもらえて、こう辞めますか続けますかみたいなね、そういうのが2年間おきにあるんですよ。まあ、なんで2年後でしょ、うん、まあ、2019年の4月ぐらいかな、辞めるとしたらもしかしたらそこで今の会社を辞めて、まあ、YouTube 兼自分のこう自営業のね店を、手伝いつつみたいな生活になれればいいなと今は思っております。うん、まあ今実況しかしてないけどね、本当にこうまあ、うん、商品レビューしてる人みたいにこう顔出しでね、なんかいろいろやっていきたいなっていうのもね最近すごい思うようになって、なんだろうな、ほんと YouTube ってこう無限の可能性があると思うんだよね。うん、まあ、そんなわけでいろいろとこう、まあ、最近人生について考えているわけなんだよね。うん、まあ、大げさだけどね、そこで仕事を続けるか辞めるか、まあ、YouTube に専念するかどうかでかなり変わってくるから、マジで今後の人生が。うん、まあ、仮に YouTube で失敗したっていうか、まあ、そんな成果上げられなかったとしても、まあ、実家がね自営業なんで、まあ、そこをもう発展させていくみたいなね、うん、まあ、そういうこともできるんで、まあ、なんで今の仕事はまあ2年後にはまあ辞めようかなと思っております。でまた家に帰ってきて、まあ、今年の4月より前みたいな感じで、毎日1本投稿していくみたいなことができればいいなと思っておりますので、そういう感じかな。うん、まあ、とりあえず今の会社を2年後に辞めるので、まあ2年後また動画、毎日投稿できるようにおそらくなると思うので、ぜひチャンネル登録はそのままにっていう感じかな。うん、ではもしかしたら実写チャンネルの方にも、実写チャンネルっていうか、まあ、実写、動画を投稿しつつゲーム動画も毎日投稿しつつみたいな感じで、やっていければいいのかなと、うん、
あんまり言いたくないけど、やっぱり収益がないとね、暮らしていけないんで、うん、いかにこう、なんでこれからやっぱりいろいろ新しいことに挑戦して、まあ、収益をもっともらえるようになれば、本当に YouTube だけにこう時間を使えるんでね、そうなれば本当に、まあ、最高なんじゃないかなっていうね思うんですよ。まあどうなんだろう、そんなうまくはいかないと思うんですが、まあ現状今のねこの私のチャンネル、まあ1万人を超えておりますので、まあそんなに多くはないけど、月にまあ何万っていう収益はもらえるんですよね、現状ね。まあなんでそういうことも考えつつ、まあ今新しい職場で働いているっていう感じですね。まあたまにこうやって帰ってきて、動画投稿するってことはあるんで、まあ2年間かな、これから2年間、こういうふうにまあ連休がもらえて、まあ家に帰れるってなった時は帰ってきて、まあ実況ちょっとやりつつ、まあ2年後の復活を目指して、ちょっとずつ活動していくみたいな感じの時期ですね、今は。まあそんなわけで今回 E3 と、まあ今後の実況についてという感じで、20分ぐらいかな、15分ちょいぐらい、話しました。まあまとめると、まあ後半のね、その今後の活動についてっていうのをまとめると、まあ2年後復活予定なんで、チャンネル登録はそのままにっていう感じかな。そんなわけで、雑談動画ね、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお願いします。